皆さんこんにちは。はい、ありがとうございます。和やかにいきましょう。今日は私たちがワードプレスを使い続けられる理由ということでお話しさせていただきたいと思います。ちょっと自己紹介をさせてください。ぬかが純子と申します。ぬかが純子で検索するとぬかが括弧福井とか福井括弧ぬかが純子って出てきたりします。福井の方が夫の姓でぬかが旧姓です。ここにも書いてるんですけども、9年前に小木島という人口が今160人ほどの島に移住しまして、夫のそれまでずっと仕事で旧姓を使ってたんですけども、結婚して小木島に移住したら夫とセットで紹介されることがあって、別姓の感じだと不思議なように島の人に思われることによって、新旧併記とかをしています。どちらも私のことです。で、仕事としてはフリーランスのウェブデザイナーをしています。そして個人の活動というか私的な活動として NPO 法人小木島図書館という図書館を立ち上げて、そこの館長をしています。そしてワードプレスではグローバルのコミュニティチームでプログラムサポーターを務めています。で、今年2023年のコミュニティチームではリプスという名前の代表を務めさせていただいています。というわけで、よかったらツイッターとかフェイスブックとか見つけたらぜひ友達になってください。で、皆さんにお聞きしたいんですけども、ワードプレスと聞いたときに何を思い浮かべますか？ほとんどの人が基本的にワードプレスっていうのはウェブサイトを作るツールを思い浮かべると思います。で、実際ワードプレスっていうのはソフトウェアです。で、ワードプレス自体はソフトウェアなんですけども、実はそれを支えている大きなコミュニティがありますということを今日はお話しさせていただこうと思っています。で、ワードプレスとはっていう、このワードプレスの .org に行った時の最初のページなんですけども、ワードプレスはブログから高機能なサイトまで作ることができるオープンソースのソフトウェアですっていうふうに書いてあります。オープンソースのソフトウェアです。うんって分かる人もいると思いますが、オープンソースってどういうことだろうという人もいると思います。で、オープンソースってどういうことって言って、すいません、ちょっと難しそうな言葉が並んでいますが、自由な再販布、ソースコード公開も含む自由な利用、派生物の自由な利用、特定人物集団に対する差別の禁止、使用分野に対する差別の禁止といった割と自由に関して強く決められているライセンスを選んでいるプロダクトということです。で、ワードプレスは GPL というオープンソースのライセンスを選んでいます。ライセンスの種類はオープンソースといってもいろんな種類があって、ワードプレスは GPL です。で、このセッションにおけるコミュニティってどういうこと？コミュニティっていう意味が割とふんわりしているとか大きいので、コミュニティってどういうことっていうと、このセッションにおけるコミュニティっていうのはメイクワードプレス上なので、ワードプレスを作ることに関わっている人たちと定義をさせていただいております。で、メイクワードプレスって何っていうところだと思うんですけど、そのままワードプレスを作るっていうことを言っているページがあります。さっき見たワードプレス .org のところの中に入っていくと、このメイクワードプレスドメイン上もメイク .wordpress.org というページがあります。で、ここの中はにこれはコミュニティっていうメニューを選ぶと出てくるんですけど、ここにいろんなチームがあります。で、メイクワードプレスにはどんなチームがあるのっていうのをざっと書かせていただきました。で、コアってちょっとパッて聞いたら分かんないと思うかもしれないんですけど、ワードプレスそのもののソースコードをやっている人たちです。で、デザイン、モバイル、アクセシビリティ、ポリグロッツは、多言語化ですね。なんか日本語
に翻訳するっていうだけではなくって、各言語、英語から各言語に翻訳をしたり、翻訳だけではなくてその地域のこと、を考えてその地域で使えるようにするっていうことをやっているチーム。サポート、ドキュメンテーション、テーマ、プラグイン、コミュニティ、メタ。メタはワードプレス.org 自体、サイト自体を触っているチームです。トレーニング、テスト、TV、マーケティング、CLI、ホスティング、チュード、オープンバース、フォトス、パフォーマンス、サステナビリティ。サステナビリティ最近できたチームです。っていうふうに全部で22チームあります。なんか聞いただけでもちょっと英語なので読みにくい方もいらっしゃるかもしれないんです。このチーム何やってるか分かんないっていう方もいらっしゃるかもしれないです。私もこのチーム何やってるんだろうって詳しくは分からないチームもあったりします。でもなんかそれぞれ自分ができることっていうのに関わっていたりします。でちょっとじゃあメイクワードプレスに今皆さんがちょっと興味を持ってくれたんじゃないのかなっていうふうに思って、じゃあこのメイクワードプレスの見方っていうちょっとページ自体の見方のお話をします。今オレンジで丸をつけているのがミーティングっていうページになります。でミーティングのページで何を言ってるかっていうと、これだけの各チームがミーティングを行ってるんですね。でこのミーティングって誰でも入れるんですよ。誰でも入っていいんです。で基本的にはメイキングワードプレスっていうスラックの中でミーティングすることが多くて、たまにオンライン、Zoom とか Google ハンガーアウトとかを使ってミーティングすることもあります。ここに書いてあるのはほぼほぼ、Slack 上のミーティングの話です。で、これが何時から何のチームがミーティングしてるかっていうページがあるので、自分が興味のあるチームのミーティングになんか参加するのはもしかすると最初ハードル高いかもしれないんですけど、覗いてみてどんなことを話してるんだろうっていうのがメイキングワードプレスっていうスラックに入ったら誰でも見ることができます。で、メイキングワードプレスの中には基本的に各チームに入るとこんな感じで、まあ、全部共通言語としては英語を使ってるんですけど、掲示板みたいになってます。でトピックが投稿されて、そこに誰でも意見を書くことができます。で、ちょっとオレンジのところをつけているのは各チームのチームリプスがここに書いてあります。でこのパネルディスカッションは実はなんか日本人で、私が今年コミュニティチームのリプスをさせていただいてるんですけども、あとパネルディスカッションでは立花さんがドキュメントチームのリプスをされていたり、トレーニングのチームのリプスをベンさんがされていたりとかするので、ここに日本にいてもできることはたくさんあるし、関わることができるっていう話をパネルディスカッションでぜひ皆さんにもお聞きしてほしいなと思っています。で、ここに5 for the future というメニューもあります。これちょっと後で詳しくお話しします。で、例としてコミュニティチームでどんな風にページを見ていったらいいかというと、大体各一番上入って一番上にそのチームが何をしているかということが書いてあります。で、コミュニティチームって何してるっていうと、このハンドブックって言われるのは日本語でいう取扱説明書ですね。何してるかっていうのが取扱説明書でたくさんあるんですけど、コミュニティチームはコミュニティチームハンドブック、コミュニティチームサポーターズ&マネージャーズハンドブック、ミートアップオーガナイザーハンドブック、ワードキャンプオーガナイザーハンドブック、コントリビュータイメンツオーガナイザーハンドブックって全部読みません、すみません。ハンドブックがすごい多いチームです。まあそれだけちょっとやってることが多いっていう感じでもあります。で、基本的にはこういうワードプレスコミュニティ全体をサポートする多様なボランティアグループですっていうことで、小さいものだと皆さんも聞いたことあるかもしれない、あると信じているっていう感じで言うと、ワードプレスミートアップというものがあります。でワードプレスミートアップっていうものをサポートしたりしていて、大きいもので言うとこういったワードキャンプのサポートをしていたり、それ以外そういった各
ローカルのイベントだけではなくって、大きなじゃあコミュニティチームでのディスカッションとかもしているチームになります。ね、ちなみにじゃあ具体的にどういうことしてるのっていうところに踏み込んでみたんですけども、ワードキャンプを開催するにはどうしたらいいかっていうと、ここの上の方が実行委員会がやることになります。今みんないるスタッフの中で、今日開会式ではリードオーガナイザー実行委員長が挨拶をしていましたが、まずワードキャンプやりたいです、申し込みをします。そうするとその申し込み受けて、この人たち今までワードプレスでどういう活動をしてたかなとかっていう審査が実はあります。でその審査をしているのがコミュニティチームです。でワードキャンプできますってなったら、次予算のレビューがあります。で予算こういうふうにスポンサーを取ってこういうことに使います、こんな会場を借りますっていう予算のレビューをコミュニティチームがします。で準備期間、今回6ヶ月のワードキャンプ東京があったんですけども、だいたい2週間に1回ぐらい実はメンターミーティングっていうのがあって、問題起こってませんかとか、困ったこと起きてないですか、進捗どうですかっていうまるでちょっと相談をずっとしていくということをしていきます。で開催があった後に、後片付けと会計報告がスタッフの皆さん待ってるんですけど、その時もレポートを書いていただいて確認するっていうことをコミュニティチームがしています。というわけで、このワードキャンプっていうものを行うためにも実行委員会もすごい頑張ってますし、コミュニティチームも実は関わっています。そんなわけで、ワードキャンプやワードプレスミートアップのサポート、ワードキャンプやワードプレスミートアップのオーガナイザー、オーガナイザーっていう主催者ですね、主催者の審査でメンターやトレーニングで予算全体、コミュニティの全体の予算について、それからさっきたくさんあったハンドブックを書くとかいうことをコミュニティチームはしています。で、メイクワードプレスでのコミュニティチームの画面なんですけど、こういうふうに掲示板形式になっているので、いろんなトピックが上がっていったら誰でも書き込めます、そこに対して意見を。なのでちょっとチームとして、例えばワードキャンプのこういうルールってどうなんだろうみたいな疑問とかが上がったり、どういうふうに決めますかみたいなことを上がったりすると、誰でも意見を言えます。で、サイドバーにはいろんなところに簡単に飛べるようになっているので、どんなことしてるかなっていうのも見ることができます。で、コミュニティチームから一回戻って、ワードプレス全体のコミュニティの話でいうと、いろんな取り組みをこのワードプレスっていうものを支えるためにしています。で、コントリビュート、貢献って、日本語で言うと貢献って言うと、ちょっと貢献っていうと重いかなっていう感じがあって、割とコントリビュートって言い方をしてるんですけど、コントリビュートを見えるようにしようという取り組みでいうと、皆さんワードプレス .org にアカウントを作ることができます。で、自分のプロフィールページを持てます。そこにいろんな書き込みができます。で、これ私のページなんですけど、そのページを見ていくと、下にこのコントリビューションヒストリーっていうのがあって、バッジって呼ばれるものがあります。で、何かっていうと、結構コントリビューションって、まあ正直お金にもならないし、なんでそれをしているのかってすごい見えにくいもの、でもちゃんと見えるようにして評価していく、楽しんでいくっていう時に、こういったバッジを、この人何してますかっていうバッジがついて見えるようになっています。で、その下にはアクティビティっていうのがあって、さっき言ったコミュニティチームの掲示板にコメントを書き込むだけでもアクティビティに出ます。あと、なんかプラグインとかテーマを作ったとか、フォト、写真、今ワードプレスフォトっていうのがあって、誰でも使えるっていう仕組みをしてるんですけど、そこに写真をあげたよとか。で、まあ、このアクティビティのところ、コメントを書くとかじゃなくって、コアにソースを送ったとか、まあ、いろんなことがアクティビティとして出ます。だから、この人が何日前にどれだけ作業したかっていうのが分かります。で、プロフィールバッジの種類が、一応なんかこれプロフィールバッジっていうページがあるので、どんなバッジがもらえるかっていうのが実は分かります。で、27個
ありました。でぜひなんか見てみて、自分ができることってあるかなとかっていうのを見てもらえるといいかなと思います。でさっきちょっと後で説明しますと言った Five for the Future という取り組みもあります。で Five for the Future はどういうことかっていうと、未来のために 5% の時間だけワードプレスに貢献しようという取り組みです。で、会社に勤めてワードプレスを触られている方、まあ、私とかは個人なんです。個人でやってワードプレスを触ってる人間っていうのが、英語で言うとプレッジっていうんですけど、日本語に訳すとまたちょっと重くなっちゃって制約っていうんですが、この時間ワードプレスに貢献しますということを約束しているっていう人たちです。日本の企業でもこれをやっている企業があります。 MGN さん、ウェブの相談所さん、ハムワークスさん、これは会社の中で例えばコミュニティチームとか、どんどんトレーニングチームとかいろんなチームに対して何時間、週何時間貢献しますということをやっています。でこれがなんで必要かというと、みんな使う人ばっかりだと作る人いなくなっちゃうんですね。で作る人いなくなってると困るじゃないですか。だからみんなで一緒に作りながら使っていこうという取り組みです。で、コミュニティサミットという取り組みもあります。これはワードプレスのいろんな人が集まっていろんなディスカッションをします。で、今年、ワードキャンプ US の前にコミュニティサミットがあって、その前はワードキャンプ EU のパリの時にあって、コロナがあったのでちょっと間が空いたんですけど、いろんな人たちが集まってディスカッションします。だいたい120人ぐらいで、それは別に有名な人とかではなくって、新しく入ってワードプレスに貢献している人とか、もちろんずっとやっている人とか、いろんな多様性を持った人が集まってワードプレスに、まあ、何を求めるか、どういうふうにコミュニティを良くしていくかっていうのを、私今年行ったんですけど、2日間がっつり話をするという、すごい面白いけれどもすごく大変な回でした。でこの時に話したトピックっていうのは、誰が何を言ったっていうのは外に言っちゃダメなんですね。で誰が言ったかっていうのは言えないんですけど、どういうトピックが出て、どういう話し合いが行われたかっていうのは全部公開されてます。で興味があったら、どういう話し合いがされたのかとかもぜひ見てください。でそこにもコメントをつけることができます。 できるだけ基本的にオープンにみんなの意見を聞きながら進めていこうというコミュニティです。で各チームにじゃあ関わってみたいと思った時に、どういうことができるかって言ったら、まあ日本語でできることをやってみるっていうのはいいかなと思います。で日本語のページにもワードプレスへの参加貢献というページがあります。で、ワードスラックという日本語で貢献に関して情報交換ができるスラックがあります。で、ドクスチャンネルでは毎週ってすごいと思うんですけど、黙々翻訳会が開催されています。でワードプレスミートアップに参加する、各地域でイベントがあったら、やっぱりお友達ができたりとかすると、いろいろやる気も出たりするので、こういうことも一歩かなと思います。からメイキングワードプレススラック、先ほど紹介した各チームの定期ミーティングっていうのは予定が出ているので、そこに英語でも頑張って参加してみるっていうのができます。私も英語が実は全然できないんですけど、今は本当にいい時代になって、 DeepL と Google トランスレートがあったら割とどうにかなります。それからソースで貢献やってみたいっていう人がいたら、ワードプレスの今 GitHub があります。昔はサブバージョンで管理をされてたんですけど、今 GitHub で管理されているので、すごく見やすくなっていると思います。で、ここも自由にプルリクエストを送ったりすることができます。
で、関わることのメリットって何なのって言って、さっきちょっと Five for the Future で作る人いなくなったら困るじゃんっていう話もしたんですけど、それだけじゃなくて私は関わっていて楽しいと思っています。そして仲間が増える。で、ちょっとしたメリットで言うと仕事につながることもある。そしてワードプレスというプロダクトに関わって未来を一緒に作っていくことができる。というわけで、私たちがワードプレスを使い続けられる理由というのは、いろんなチームがあってたくなさんの人たちが関わってワードプレスが進化し続けているから、今もずっと皆さんがワードプレスを使い続けられていますというお話でした。で、参考や資料のリンクも書いてあるので、ぜひこの後スライド公開するので皆さんもよかったら見てください。ではパネルディスカッションに入りたいと思います。はい、でちょっとこの転換の間に、なんか皆さんにいろいろお聞きしたいなということがありまして、なんかここにいる皆さんがワードプレスを使い始めて何年ぐらいなのかしらっていうのを、ぜひちょっと挙手制で聞いてみてもいいですか。で、ワードプレスが今年20歳になりました。20歳です、はい、というわけで、このワードプレス20年の歴史の中で皆さんワードプレス使い始めてどれぐらい使ってらっしゃいますでしょうか。まず20年使ってるっていう人なかなかいないかな。15年以上使ってますっていう人いますか。お、いない。じゃあ、10年から15年ぐらい。私もここ。お、結構いる、嬉しい、はい、じゃあ5年から10年。お、結構いる、じゃあ、2年から4年刻んでみた。ありがとうございます。使い始めて1年ぐらいですっていう方。おお、ありがとうございます、嬉しいですね。こういうふうに新しいユーザー、新しく使ってくれる人っていうのが増えてるっていうのはすごい嬉しいなと思います。そう、すいません、ちょっとまだ皆さんにお聞きしたいんですけど、多分こうみんなが話をする雰囲気とかもありつつ、コントリビューションって今私貢献っていうことでご紹介したんですけど、今までにコントリビューションってこのセッションじゃなくて聞いたことあるよっていう方いらっしゃいますか。ありがとうございます。あ、だいぶもう興味を持って聞いてくださってるの、ありがとうございます。ドットオルグのアカウントを持っていて自分のプロフィール見たことあるよっていう人、ありがとうございます。じゃあコントリビュートしたことある人。ちなみにイベントのスタッフもコントリビュートですありがとうございます。というわけで、皆さん今日聞いてくださってる皆さんはこんな雰囲気の方々です。というところで、では、パネルディスカッションに入っていきたいと思います。で、まあ、なんか私たち和やかに話ができたらいいかなと思っているので、あまり緊張せずにいけたらいいかなと思っています。というわけで、ちょっと自己紹介と一緒に、皆さん何かはされている方たちというところで、何をしている人たちかっていうのを教えていただけたら嬉しいなと思います。というわけで、こっちからいきましょうか。津川さんから。はい、皆さんはじめまして、津川亮と申します。普段はワードプレスで仕事をしているというわけではなくて、フリーランスの、語言語のですね、バックエンドのエンジニアとして働いております。で、完全に趣味の時間を使って、ワードプレスのコアの、コントリビュートだったりとか CLI コマンドラインの方ですね、のコントリビュートをしています。はい、でも最近はなかなかできなかったりとかっていうのもあるんですけれども、また、こういう場で皆さんからの、なんでしょうね、パワーをもらって、また継続していければいいのかなと思ってます。よろしくお願いします。ベンと言います。
こんな顔ですけど2歳から日本に住んでるので日本人だと思ってください。僕は、オートマチックという会社に勤めていてフルタイムコントリビューターとして働いています。先ほど5 for the future の説明で、5% の時間をワードプレスに返そうというあの動きがあるんですけど、僕の会社はその従業員が多いので、一人一人 5% というのではなく 5% の従業員をフルタイムでワードプレスにお返しするというスタンスを取っています。で僕はその一人として、なので勤務時間をワードプレスへの貢献に完全に使えるというあのちょっと特殊な状況にあります。まあ、そういった中で、トレーニングチームの、代表を今年はあのさせていただいてます。learn.wordpress.org というウェブサイトが一応ワードプレスプロジェクトの公式教育サイトになってます。でビデオを出したり、学習教材を出したりしてるんですけれども、そのコンテンツを作っているのがトレーニングチームで、要するにそのコンテンツを作っている人たちがスムーズにコンテンツを作れるように事務とかを裏でやってあげるリーダーをしているというそういう感じです。あのちょっと僕がどういう人かこれで分かってもらえたかなと思います。はい、よろしくお願いします。聞こえます。あ、マイクをもうちょっと近づけた方がいい気がします。抑えながら喋る。あ、フェンさんありがとうございます。バッチリです。はじめまして、三宅いつ子と申します。神奈川県の平塚市に住んでいます。私は50歳の時に。今までその前は消費者関連の、センターの相談員とか、それに関する仕事をしていたんですけれども、50歳になってその勤め先のウェブの内製化に、伴って私はウェブ担当になりました。その時にワードプレスを教えていただいて、もうワードプレスが面白くて面白くて、それにあのできることが増えその時できることが増えたと思いまして、あのワードプレスのおかげで楽しい仕事をすることができました。で、今は、今年の3月にリタイアをしたんですけれども、今3年ぐらい前からあの私にもできることと思って、ドキュメントやプラグインテーマの翻訳を今させていただいています。立花さんのなさっている毎週金曜日の黙々会に参加をさせてもらってます。よろしくお願いします。立花と言います。こんにちは。普段は IT 系の会社に勤めてるんですけども、まあ、そこは全然ワードプレスとは関係ない会社で、自分が趣味でワードプレスを使ってブログを書いてて、そこのドキュメントがいけてなかったんでいけてなかったちょっとお手伝いを始めたきっかけで、少しずつ関わるようになりました。で、先ほどちょっと話がありましたけど、グローバルのドキュメントチームというところに所属してまして、普段そのワードプレスの中にはいっぱいドキュメントがあるんですけど、その中ではあの主にユーザーガイドですね、それとメインの本体のチームと一緒にやってるんですけど、関数リファレンスとかクラスのリファレンスとかあの辺のコードリファレンスの部分のところの、担当をしてます。で、それとは別に日本人というか、日本語がメインなんで、その日本の翻訳のところの、リードじゃないですけど、主にそこのレビューとかを日々やってます。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。今あの立花さんはまさにあのイケてない翻訳がきっかけでなんかあの活動を始められたっていうふうにおっしゃってくださったんです。今もイケてないんですけどねすいません、今もあんまりよくないんですけど、ね、いや難しいですよね。すごい翻訳難しいなと思います。であのぜひ皆さんにもあのワードプレス活動のきっかけをお聞きしたいなと思うんですけど、立花さんもしイケてなさとかを重ねたければ
で実際そのいけてないなっていけてないっていう何回も言っちゃったところがきっかけで、どういうふうにワードプレス活動に入られたんですか？細かいですけども、もともとその翻訳がまずずれてたっていうのがあったんですね。翻訳の方が本当は英語の方は正しい情報があったんだけど、翻訳が間に合ってなくて、間に合ってない、本当に古い情報が載ってましたって、それで間違って私もやってたんですけども、そしたら英語の方を見たら正しかったんで、そしたら翻訳やってる人が少ないっていうのが分かったので、それでまず最初に入りました。でそしたら英語の方もいけてるようで全然ちゃんとしてないっていうのが分かって、まあおかしいなと思って言ってたら、やっぱり間違ってますとか、足りてませんみたいな話は普通だったんで、でその時から少しずつやるようになって、でその時まあ割とデータベースのエンジニアで、データベースのとこがすごい嘘だったんで、ここ全部書き換えていい、俺みたいな入ったばっかしの人が書き換えていいって聞いたら、まあ、自由にやれ、あ、まあ、英語で自由にやれと、間違ってたら誰か直してくれるから、そうですね、とにかく好きにやれって言われたんで、データベースのとこ全部書き換えて、で、まあ、で俺はすごいいいことをしたと思ったんですけど、誰からもレスポンスがなくてなんかやってもやりがいがないなと思いましたけどまあ自己満はあったんで、そっからですね、そっからやりましたありがとうございます。でもなんかそのやってもいいよっていうのはすごい最初の一歩の時って結構これやっちゃってもいいのかなとかって思うけど、一回やってみると割と本当にやっても大丈夫な感じはありますよね。どんなに間違っても直してもらえるし、誰か見るんで、誰かが見るので、それすごい本当にオープンソースのいいところだなと。 その人が悪かったっていうそういうことは絶対ないんで、それは大丈夫ですね、ありがとうございます。三宅さんの活動のきっかけは？すいません、私翻訳したかったんです。翻訳したかった、したいっていうだけではできなくて、ある、ワードプレスのミートアップの、集まりで翻訳したいですって言いましたら、周りの人がみんなでわーっと教えてくださって でもそれだけではやっぱり不十分で、それから少しずつ、翻訳の集まりとか、立花さんの黙々会もそうですし、翻訳のに特化した勉強会とかにも参加させていただいて、少しずつできるようになりました。でも今でもやはり不十分なところがあって、皆さんに教えていただきながら、みんなが見るものなので質を落とさないように頑張っております。えらいありがとうございます。翻訳したかったっていう気持ち、ワードプレスの翻訳をしたかったっていう。そうなんです、したかったんです。自分が、使ってるプラグインが英語のままであったり、この頃はドキュメントもさせていただいてるんですけど、自分で、調べたいマニュアルが日本語になっているとすごくいいなと思って、それで英語を日本語に訳するとやっぱりよくわかるので、理解が進みます。よりワードプレスを知ることができるようになると思います。ですから皆さんにお勧めしたいのでぜひご一緒にと思っています。いいですね、ありがとうございます。ありがとうございます。ベンさんもワードプレス活動のきっかけは？そうですね、ちょっと皆さんと違うんですけれども、12、3年前大学にいた頃に、研究室のウェブサイトがウィキを使っていて、古くさいと、である先輩がワードプレスっていうもっとモダンなものがあるから乗り換えようって言って、それが初めて出会ったんですね。でそれを使ってみて、あ、これ好きだなと思って、他に自分が携わってた団体のサイトを片っ端から僕ワードプレスに変えていったんですよ。で、その中であるプラグインを使っていて、そのちょっとサポートが必要になったので、そのサポートの連絡をしたら、返事がすごくフレンドリーでびっくりしちゃったんですね。何かその定型句でこう返してくれるとかじゃなくて、なんか僕がそのプラグインを導入した願望と、実はそのプラグインが提供しているものが違って
ってたことを、だから僕をバカにせずに教えてくれて、すごくこの会社がいいなと思って、でその後その会社に就職をして頑張って入ったんですよ、はい、まあ、それがオートマチックだったんですけど、そんな流れだったんですね。なので全然コミュニティとかのことは全然知らなくて、でその会社に入ってワードプレスのカスタマーサポートとかやっていく中で、ワードプレスというソフトの後ろには大きなコミュニティがあるということを徐々に徐々に知っていって、で去年からコミュニティに参加するようになったという流れです、なので実は、ワードベース自体はもう10年以上前から知ってるんですけど、コミュニティに入ったのは本当に最近の、ほやほやです。ほやほやでも今すごいトレーニング力入れてますよね。はいはいはい、なんかランがすごいどんどん充実してると思って。皆さん見ていただいたら分かると思うんですけど、いまいちなんですよ今の大丈夫かなこのセッションけどいまいちだって皆さん思うんですけど、じゃあ何かしようと思ってできるんです、ワードプレスは。何かこう触ってて翻訳がいまいちとか、あれがいまいちだから僕が何かしようと思って迎えてくれて、今の頑張って、活動しているというそういう感じですね、はい、ありがとうございます。でもそのなんかいけてないとかいまいちとかいうのが出てきたんですけど、でも私はやっぱりなんかそこで自分がやることができるっていうのは、なんかそこのちゃんとバッファがあるっていうのかな、それはすごいいいことなのではないかと思っています。完璧じゃないからこそ、じゃないからこそいつでも誰でも入ってる、いつでも、はい。ではりょうさん、なんか皆さんが結構立派な志を持ってこう貢献されているので、ちょっとこれ言ってもいいのかなってすごいドキドキしてるんですけど言っていきましょう。私の場合はですね、ひょんなことからフリーランスになるって決めたタイミングで、じゃあ自分の武器を作りたいなって思ったんですね。で例えばこれまでワードプレスって利用する側だったんですけど、利用する側の人たちが何でしょうね、受注をしてワードプレスの案件をプロジェクトを作っていくっていうことは普通にあると思うんですけど、その人たちとの差別化をしたいと思った時に、ワードプレスのコアとか中身までソースコードまで熟知してますよっていう状態にしとけば、他の制作会社さんと差別化できるんじゃないかなって思ったんですね、でなんかそういう下心をふんだんに入れて、このワードプレスっていうコミュニティに潜り込みました。いい話でしたね。下心があっても大丈夫です皆さんでもなんかその確かにやっぱり今ちょっと他のセッションでも結構そういう話的なことがあるかなと思うんですけど、ワードプレスできますってどういうことなのみたいな話っていうのはあると思うんですね、はい、でその中でソースコードまで熟知してますって言えるのはすごい大きな武器だと思います。武器になりましたか？なかなかワードプレスからはお声がかからないので、関連の仕事はお声かからないのでどうしてもスクラッチで組んじゃうっていう感じですね。ちょっと武器になりますってこう札つけておいた方がいい、はい、ワードプレスまあ知ってますみたいな感じでちょっと控えめにアピールしていけば、はい、いやでもなんかすごいエンジニアとしてつよつよっていう、好きでやってることなんででもなんか好きでやってるって言えるのはいいですね。三宅さんもその翻訳やりたかったんですって言ってくださったんですけど、好きでやってますって。そう、好きでやってますで、なんですかね、楽しそうにコントリビュートしてるとか自然にしてるとか言ってくださるのが本当に嬉しいです。なんか一番嬉しい、はい、これからも無理しないでやっていきたいと思いますじゃあちょっとその流れで、自分がコントリビュートした中で一番自慢したいことっていうのを皆さんにお聞きしようと思います。あ、今ちょっと立花さんがめっちゃ考えてる顔してるので、間ぐらいから当てていこうかなと思って、ベンさんからいいですか自慢するって、自慢したいこと、あれですけど去年そのコミュニティに入って、ある意味僕は何も知らなかったです。ワードプレスというのはもう20年近く、今年20年の歴史があって、20年間そこでこう汗水流してきた方々がいて、
いろんなその決断の背後にはいろんな経緯があったと思うんですけど、去年入った時私は全然何もそれを知らなくて、今の現状だけ見て博士の新人として、じゃあそこにどうやって入っていこうとか思ったんですね。でそれが良かったと思うんですよ。結構そのコミュニティ成熟しすぎて今新しい人が入りにくい中で、まあ私は入っていて、で特にそのトレーニングチームに関しては頑張ってドットオルグのアカウントを作ってスラックを作ってトレーニングチームのスラックに入った。で次僕何すればいいのってところに悩んだんですね。それに関するそのヘルプが全くなかったので、トレーニングチームではオンボーディングというのを作ったんです。でつまりあなたがトレーニングチームのスラックチャンネルに登録すると自動メッセージがスラックで流れるんですけれども、このリンクをクリックしてトレーニングチームのオンボーディングを開始してくださいと。で30分から60分のオンボーディングなんですけど、トレーニングチームはどういうチームでどこで活動していて、あなたが一番最初の貢献できることを全部ステップごとに教えていきますっていうプログラムを作ったんですね。なのでさすがトレーニングでそれももちろん一通りではなくて、いろんなその、スキルを持った方々が来られるので、ちょっとその診断テストみたいなのもあってやって、そのオンボーディングを作らせていただきました。でトレーニングチーム増えました。すごい人が増えて、この1年間で多分去年の春はミーティングに多分 5,6 人来てたのが、今 3,40 人毎週来るようになったんですね。で自慢していいんですよ。今自慢する時間です。なので先ほどコミュニティサミットっていうスライドちょっとだけ出たんですよ、はい、今年の夏にアメリカで開催された時に僕がそれに携わってたことを知らずに、他のチームの方々が、トレーニングチームのオンボーディングすごいねって、私たちのチームでも同じことをやりたいって言ってくれたのがすごく嬉しかったです。だからなんだろう、ベンさんすごいねと別に言ってほしくないんですよね。別にそれを求めてるわけじゃないんだけど、自分の作ったそれにちゃんと価値を見てもらえて、で今までずっとワードプレスに携わってた人たちも私たちのチームにそれ導入したいって思ってもらえた、それが一番の自慢です。素晴らしいでもなんかやっぱりそのなんか各チーム他のチームなんか一生懸命自分のチームやればやるほど他のチームあまり見れなかったりするんですけど、なんかコミュニティサミットでチームリプスのお話とかも出たじゃないですか。でトレーニングチームをまさに参考にしようと思って、なんかトレーニングチームが今2年に1回チームリプスが変わって、で1人は残って次の人に引き継ぐみたいなのを、コミュニティチームって今まで毎年リプスが変わって、しかも全員変わっちゃうのであんまり引き継ぎがなかったんですよ。でトレーニングチームこうやってるらしいからこうしようよっていう提案をちょうどしました、はい、あのサミットはそういう意味で重要ですよね、他のチームの活動が、そうですね、そうですね、ちょっと横渡りをどういうふうに、ね、していくかっていうのは課題かなと思っています。じゃあちょっと自慢できること、りょうさんはい、ちょっとハードル下げていきますね。はい、すごく小さな話をしますけど、私が当時フリーランスになる前ですね、正社員で働いていた頃に、会社で、それぞれ各分野で頑張った人っていうのを表彰するような会がありまして、で、まだ正社員の時に初めてコアと CLI にコミットをして、でその成果を社内で発表しましたと。でその結果、テクノロジー賞っていう賞があったんですけど、それをいただけたっていうところが、なんか小さな、はい、全然小さくないですよっていうことがありました。はい、素晴らしいですね。私はそんなにやっぱり行動が書けない人間なので、もうなんかコアにコミットしましたっていうだけでもう自慢じゃないかって思うぐらいです内容によりけりなんですけど率直に言うと、はい、コメント業書き換えただけでも別にコミットにはなってしまうので、私の最初のコアへのコミットがまさにそれでした。はい、はい、でもなんかそれを
その時教えてくれた人に言われたのが、でも誰かがやるとそれで良くなるから、あのどんなちっちゃいことでも胸を張っていいんだよっていうのを聞いたので、あのみんなちっちゃいことでも大丈夫です、はい、私の時はたまたまその会社がオープンソースっていうものに貢献をするっていうこと自体にすごく評価をしていて、あの大切に考えていた会社だったので、そう自分たちでもパッケージ作って公開したりだとか、うん、プログラム公開したりっていうのを積極的にやっていた会社だったので、うん、その辺の文化があったのが良かったのかなって思いました。いいですね、かっこいい。あのハードル、あのそんなに下がってませんでした。下がってませんでした。じゃあ下がってないものをちょっと三宅さんに言ってもいいですか。今月の10月に、コントリビューターハンドブックの翻訳が完成されて、浜野さんが公開してくださったんですけど、はいはい、あのとってもわがままを言って、私アワフィロソフィーというのを訳させてもらいました、うんうんうん、アワフィロソフィー、はい、私たちの哲学っていうの、いやもう本当にあのすごく考えましたけど、英語、うんうん、英語を読んですごく感動して、それを日本語にしたいと思ったんです。でそれをさせてもらって、それが嬉しかったと、嬉しかったというのと、今のところ自慢です。あの自分でこう訳したのを見てなんかドキドキしちゃう鼻水つくですけど、でそれが GitHub が必要だったんですよね、うんうんうん、なんか GitHub 触ったことないので、うん、あの立花さんにも教えていただき、あのスラックの中の人にも教えていただき、なんとあのメガネさんにも教えていただきあのもうちょっと勉強しないといけないんですけど、その贅沢な人たちに、すごい人たちに教えていただけたというのと、あの浜野さんのプロジェクトにちょっとだけ参加をさせていただけたというのが、もうものすごく私嬉しくて自慢です。素晴らしい。でぜひあの読んでいただけると読んでください。コントリビューターハンドブック、あの公開されています。でもアワフィロソフィーって難しくないですか、本当に。最初のアウトオブボックスっていうのをどう訳すかっていうのでもすごい悩んだので、読んでいただけると嬉しいです。はい、ぜひぜひ皆さんあのそれを見ていただいたら、ここに翻訳した人がいます。ありがとうございます。誰でも参加できるということ、私が参加したわけですから、だからあの一緒に皆さんやりたいです、とやりたいです。いやもうなんかそのままいろいろお名前が出てる立花さんも一番自慢できること、自慢できる、自慢したいこと。そうですね、時々、言ってくださいましたけど、毎週金曜日の、10時から11時の間に、スラック上で、黙々翻訳会っていうのをやってます。で、それがちょっとさっき考えた4年か5年ぐらい続いてるんですよ、うん、毎週金曜日やってるんですね。で、もともとはそれを続けてるのが自慢で、そこに、三宅さんとかも入ってくれて、やってます。よければお願いします。で、元々の動機はコロナ前は割と金曜日の夜とかって、うん、各会社さんがイベントやってたんですね、うんうん、ビール飲んでイベントみたいなのがすごい羨ましくて、私家庭の都合であんまり参加できなかったんですごい悔しい、あいつらいいなっていつも思ってたんですね、ツイッターで、うん、なので自分でじゃあスラックで家でできるイベントをやろうと思ってそれでやったんですけど、ズームにしちゃうとなんかこう強制されてる感じがあるじゃないですか、見られてる感じがあって、うんうん、それがすごく嫌だったから、うん、テキストベースでサボっててもバレない、うん、とりあえず金曜の10時から11時の間はなんかしましょう、でそこによければ、私がやりたかったからやってて、でそこによければ来てくださいっていう感じで、うん、まあ、今もやってるんで、うん、あ来てください。でそこで、まあ、割とうまく自分もキャッチアップできるようになったんで、うん、グーテンベルク、うん、まあ、ブロックエディターですね、うん、ブロックエディターって割と頻繁に2週間に1回か3週間に1回ぐらいリリースされるんですけど、うんうんうん、まあ、その翻訳は多分ほぼ1日遅れぐらいでいけるようになってると思うんで、すごい。それはその、うん、いやその金曜日にやるって決めたからちょうどよかったなと思います。
なんでそこが続けられてるのはまあ自慢というか良かったなと思います、うん、はい、ありがとうございます。なんか結構海外でもこのなんか最初のコントリビュートってどうしたらいいとか、どういうふうに人に勧めたらいいみたいな話があって、よくこのワードスラックっていう日本語のスラックでは週に1回その黙々会といってみんな翻訳する会を立ち上げてくれた人がいてやってるんだよっていう話をすると、なんか結構週に1回ってすごくないみたいな本当に感じで、なんか頻度を 何回も聞かれるんですよ。私の英語がまずいのかもしれないんですけど、なんか月1じゃなくて週1って絶対やるわけじゃなくて、例えば昨日もやってないんで、うん、すいませんこんな偉そうに、まあね、昨日は、はい、ちょっと前日祭みたいな感じで飲み会があったんで、うんうん、参加してないんですけど、我慢あまり無茶はしなくて、はい、ね、続けられる範囲で頑張るって感じだと。なんか三宅さんもおっしゃってましたけど、なんかその無理をしないっていうのは割と大事かなって思います。なんかそういう意味ではちょっと次にお聞きしたいこととして、仕事との両立どうしてるっていう、もちろんそれが仕事ですっていう方とかもいろいろいると思うんですけど、仕事じゃなくても自分の生活の中でどういうふうにコントリビュートするっていうふうに考えているか、どういうふうに時間を取ってるかみたいなことって、なんかこうしてますみたいなのってありますか、りょうさんから。そうですね、基本的に、フリーランスになってからは業務委託という形で働いているので、時間にとてもきっちりしているんですね。なので例えば18時以降は全て自分の時間っていう感じになっているので、まあ、そこの時間で、むしゃくしゃした時とか最近むしゃくしゃした時、はい、最近コード書いてないなって、本業の方でですね、書いてないなと思った時とかに書きたいって思ってしまうので、その時にじゃあちょっと今の一周探してみるかっていう感じで見に行ったりはしてますね、うん、ちょっとむしゃくしゃした時って初めて聞きましたなんかありません、無性にこうコードを書きたくなる時って。でもなんか仕事のサイトを作る時となんか趣味のサイトを作る時と違うから、なんかこう仕事でサイト作った後に趣味のサイト作ったりとかしてますああですよね、はい、でもそうか、その仕事でサイトを作れなくなった時ですね、マネジメント業務になりましたとか、はい、うんうんうん、っていう時に多分より作りたい、はい、メイクワードプレス、はい、そうですね、何でもいいんだけど、ワードプレスやってみようかなっていう感じですね、はい、そういうマネジメントというか、はい、はい、ありがとうございます。ペンさんでも仕事それ僕はどっちかというと私生活とのバランスを結構考えていて、うんうんうん、ある意味週40時間やってるので、うん、自分のプライベートにワードプレスは持ち込まないようにしてます。なのでプライベートには本当に実世界というと失礼ですけど実世界なんか自分の、うんうん、本当に身近な人たちとワードプレスじゃないコミュニティの方々とつながり、うんうん、ワードプレスのコミュニティの方々とはその40時間の中でつながるっていうふうにしています。うんうん、なんで例えば黙々会はすっごくいい企画だと思うんですけど、うん、僕自分の就寝時間が10時なので参加できないんですけど、今日それでもそれでいいんだと思って、うんうん、それは参加したいけど、うん、けど自分のプライベートを守るためにちゃんとそこは切り分けるようにしてます、うん、私の参考にすごくなります、ありがとうございます三宅さんいかがでしょうか。私はもう定年退職をしてしまったので自由なんですけど、やりすぎないように、うん、途切れないようにしたいと思っています。それが長く続けられるコツかなと思っていて、決まった時間、決まった日の決まった時間にそのみんな集まってできる黙々会っていうのは私はとても大事にしたいと思っています。と、うん、いうかとても大事です。で、普段はこう途切れちゃうと忘れちゃうといけないので、うん、1日30分ぐらいはやろうかなと、っていうか、それぐらいっていうか毎日ワードプレスを触っていたいですから、それいい機会いい時間だなと思って自分で楽しんでやっています。なんか結構その燃え尽きないっていうのは本当大事かなと思っていて、なんか
コミュニティチーム の, あのハンドブック取扱書にセルフケアみたいな項目があるんですよ。でやっぱりなんかその自分のペースでやるっていう無理をしないっていうのは大事かなと思っていて、なんかあのそのベンさんのプライベートとの時間を切り分けるもそうだし、三宅さんの無理をしすぎないっていうのも本当聞いててそうだなと思いました。で同時にね、りょうさんのね、あのむしゃくしゃ多分燃え尽きてるタイミングあると思うんですよ、うん、なんかちょっと1年2年休憩しようって何も触らないみたいな期間があって、今みたいにまたちょっと復活して、うん、じゃあもうちょっ と,、コントリビュートしてみようかなと思うタイミングがあったりとか、うんうん、ただ鳴らすと少しずつやってるっていう感じになるので、うん、全然休眠期間があってもいいのかなと思います。橘さんどうですか？あ、そうですね、やっぱりりょうさんが、私もあのワードプレス以外の仕事やってるんですけど、りょうさん近いかなと思いますね。あのうまく仕事だと何かやっても成果が出ないことが、まあ、多いも、まあ、まあありますけど、うんうんうん、コントリビューターとかだと、まあ、1個翻訳すりゃもう1個 OK うーんっていうのがあるんで、目に見える形でやった分だけ、まあなんか、まあ、自己満かもしれませんけども、まあ、成果が出るんで、そこは気分転換になりますよね、うんうん、計画が立てられるとも言えると思います、うん、俺はブロックエディター全部翻訳した、今日は翻訳できた終わりっていうのが言えるんで、はい、そういうのがそれぞれですね、面白いですね。私はあの昨日かな、昨日か言われたのは、あの純子さんはコントリビュートの合間に仕事してるよねって言われたのでなんかそういう人もいますみたいなですね。でもあの今、まあ、コミュニティチームなので結構あの難しいなと思うのは、時間がそのアジアの時間と世界の時間とタイムゾーンが結構違うので、なんかまあコミュニティチームミーティングとかはアジアの時間もあの US の時間も2つミーティングを行うようにしてたりとかはするんですけど、なんかいろいろ見たいとかあの参加したいと思った時にちょっとどこまで自分で頑張るかみたいなのは感じることがあります。その時間に関してはあのワードプレスその掲示板みたいなサイトさっき見せていただいて、はい、スラックとか文字ベースでたくさんやってるのは、うん、その時間を気にせず、うん、あの自分のタイミングで投稿できるようにっていうのが一応ベースにはあると思うんですね、うんうんうん、で時々けどそれでもどうしても顔合わせなきゃいけないことってあると思うんですけど、うんうんまあ、例えば私の場合は、はい、夜6時以降に電話が入ったら、うん、1時間かかったら次の日2時間仕事を早く切り上げるとか、あの、うん、そうやってバランスを取ろうとしてます。なんかこの日頑張ったら次の日自分にちょっとご褒美みたいな感じで自分はやってます、うんうんうん、そうですね、やっぱりなんかそういうふうにこうバランスを取っていくなんかでもなんかそうやってね、あの長く続ける工夫みたいなのをみんなしてるように聞いてて思いました。ちょっと次のトピックでコントリビュートの結果得たものっていうのをお聞きしたいんですけども、じゃあ立花さんからお願いしてもいいですか？はい、そうですね、まあ、今ここに座って話してますけど、これも含めて全部ワードプレスが作ってくれたものなんで、あの会社とかは全然関係ない話なんで、そこが一番大きいですかね。この友達関係とかあのワードプレスとかも含めて全部作ってくれたものと思ってるんで、はい、本当にコントリビュートのおかげで結果が出せてるなと思います、うん、感謝してますここにあります。三宅さんいかがでしょうか？私もそうです、うん、今日あの、私が、登壇するよと言ったらワードキャンプで、当日ボランティアを一緒にしたお友達が来て、うん、あの見に行ってやるって来てくださったり、会社の方が見に来てくださったり、それで今日あの私が存じ上げない方から三宅さんって言ってもらったんです。もうあそれもこういうことをさせて
もう全然向かない全然向かないのにこういうことをさせていただいているおかげかなと思いますし、あのこのプラグインの役良かったよって言ってもらったことがあって、うんうん、それはとっても嬉しかったです。役に立ってますって言ってもらったことがあって、それは嬉しかったです。得たものがとても多いです。いいですね、はい。立場さんマイク使って話してください。なんかEMR エネーブルメディアリプレイス、はい、あ、いいプラグインですからね。はい、はい、あの2つ言うとしたら、一番はやっぱりその人間関係ですね。ワードプレスのコミュニティに関わっていなかったら知り得なかったような方々、うん、日本国内もそうですし、うん、世界規模でも、うん、出会えていて、なんだろう、自分がその前に見ていた世界って本当に狭い世界だったんだなっていうのを思わされました。うん、なんかそのワードプレスは本当に誰もが使えるソフトウェアで、うん、コミュニティも誰でも迎え入れてて、世界って本当に広いんだなっていうのを教えられました。うん、でもう一つ、そのやっぱりコミュニケーションスキルを磨かれているかなって思います。先ほどその時差があっても、うんうん、その文字ベースでコミュニケーションを取るっていうことは、うんうん、つまり今のこの私の1個の発言で12時間後に見る人にもその意図とか全部伝えたいし、うん、誤解されてはいけないし、うんうん、特に今そのリーダーをやらせていただいているとそのボランティアの方々の間で揉め事があった時にそれを解消しなきゃいけないとか、やっぱり自分もそのコミュニケーションスキルをすごい磨かれてよかったなと思ってます。うんうん、ありがとうございます。りょうさんどうですか。考えてたんですけど、でも大体多分皆さんと最初のところは一緒で、うん、まあ、人とのつながりっていうところが一番の良、うん、かったところかなと思っていて、その割とウェルカム、来るもの拒まない感じのある、うん、文化があるじゃないですか。でそこでとりあえず何かアクションを起こせば誰かが反応してくれて、うん、次に進んでいける、前に進んでいけるっていうのをすごく実感できているので、うんうん、そういう人とのつながりっていうのはすごく財産かなと思ってます。で、もう一個は例えばその、まあ、会社内において、うん、ワードプレスを導入してみたいんだよねっていうような、うんうん、なんでしょう、計画が上がった時に、うん、まあ、まず聞かれるようになったっていう、そういえばなんかコントリビューションしてたよねみたいなことを言われて確かに、だいたい話がこっちに来るっていう、うん、あ、いいですね、はい。で、まあ、最後は金一封ですかね。得てる、本当に得てる、はいはい、素晴らしいです。じゃあぜひ今日アフターパーティーもあるので、皆さんもぜひアフターパーティー、もし参加するつもりなかったっていう人がいたら参加して友達たくさん作ってください。はい。私もなんか本当にワードプレスコミュニティにいなかったら、私今年ベンさんも行かれてたと思うんですけど、ワードキャンプ EU ギリシャに行って、ワードキャンプ US でワシントン DC に行って、でなんかワードプレスやってなかったらそのところに行くことないと思うんですね。でなんかお話さ、こんなに英語できないのにお話しさせていただく機会をいただいたりとかして、そういうふうになんかワードプレスがすごい遠くに自分を運んでくれたなっても思うし、同時にやっぱりマネジメント能力っていうか、このなんかすごい不特定多数の人たちの中で何かを決めていくっていうプロセスみたいなものはすごい自分で学びになっているなっていうふうに思います。でよろしければちょっとだけまだ時間があるので、もし皆さんの中でなんか聞きたいなっていうことがあったら、ぜひ聞いてみたいと思うんですけど、指名していただいても大丈夫ですし、皆さんにっていうことでも大丈夫ですし、何かご質問ある方いらっしゃいませんでしょうか。ね、なんかすごいみんなが目を伏せる授業中みたいになったんですけど、お願いします。ありがとうございます。
オープンソースのプロジェクトってワードプレス以外にもいろいろあると思うんですけど、ワードプレス以外のオープンソースにも、関わってる方とかっていらっしゃいますかっていうのがちょっと興味あったのと、うん、あとはワードプレスの関わりっていうのがそのコアに関して以外、プラグインでコントリするとかそういうようなところとかっていうのをどんなことされてるのかっていうのをちょっと聞いてみたいです。はい、ありがとうございます。はい、技術的なところでいくと、基本的には、ワードプレスに関して言うとコアと CLI がメインでやってます。であとプラス、プラグインも一つ作ったのでそれは公開されてます。で、ワードプレス以外のオープンソースっていうところでいくと、会社員時代ですけど会社として、パッケージを公開していた、その何でしょうね、 PHP のフレームワークだったんですけど、それを公開したりとかをしてたので、そういう何でしょうね、自分たちで作ったものを積極的に公開していく、自由に使ってねってオープンソース化していく文化っていうのがあったので、多種多様な PHP で作られているものっていうのはどんどんリリースしてました、うん、ありがとうございます。他、私はなんかそのことについて何も話せないです。大学教員やってた時はムードルを使っていたので、ちょっとそこのコミュニティには関わってたんですけど、ワードプレス今むしろ自分の弱点だなと思ってます。もっと他のコミュニティから学んだらいいなと思っていて、そうですね、LAN のプラットフォーム、そのウェブサイト今再構築している最中で、いろんな他のそれこそオープンソースとかクローズドの会社の製品の教育サイトも勉強はさせてもらってます。コミュニティには携わってないんですけど、勉強はしてます。そうですね、なんか私もオープンソースオープンデータの方の話とか、私図書館やってるので図書館の方の、オープンデータ化の話とかオープンストリートマップとかそういうところにはちょっとでも知ってるぐらいで、コミュニティとしてやっぱり深く関わってるっていうのはワードプレスだけだなって自分で思ってます。ありがとうございます。他何かある方いらっしゃいますでしょうか。特になさそうだったら、私なんか皆さんにモチベーションの保ち方っていうのを聞いて締めに向かってもいいかなと思っているんですが、じゃありょうさんからこういうふうに。いや、休眠期間ありますからね、モチベーション保ててないんですけどでもじゃあなんか休眠して戻ってきたみたいな、はい、そのどういうきっかけみたいなのあるんですかね。定期的にやりたくなるんですよね、なんかコミュニティのそのメンバーもいい人いっぱいいるんで、いい人ばかりなので、戻ってきてもよくしてもらえるっていうのはすごく居心地がいい環境、なので、その戻りやすいですよね。しばらく離れてたからもうなんか疎遠になっちゃったってよくあると思うんですけど、そういうのが全然ないので、でモチベーションの保ち方ですよね。でもなんか保ててなくても大丈夫っていうのは一つの答えな気もします、はい、なんだろう、なんかここでその疎遠になっちゃうとか、なんだろう、戻ってこれない心配とかはなくても、休みたい時には休んだらいいんじゃないみたいなのも。そうですね、ありがたい話ですね保ち方、それこそ無理しすぎないことっていうのは何度か出てますけど、それは大事なのかなと思いますね、自分ができると思っているものよりも少し低めのものを継続できるようにっていう感じですかね。例えば5時間頑張るって、1日5時間頑張るってか、そういうふうに決めずに、なんか緩く、もっと5分で終わるものでもいいからちょっとずつ継続していくみたいな、そうですね、その対応する大きさを一個一個小さくしていくっていうのが継続するコツなのかなっていうふうには頭では思ってます。なかなかできないですけどでも確かになんか、でも対応する大きさを一個ずつ小さくしていく、なんかそれで一個達成できたら達成できたっていう気持ちになるとか、はい、すごいいいなと思いました。ありがとうございます。いいですか。はい、何点かあるんですけど、一つはそのワードプレスプロジェクトとして、英語だとそのかゆいところは書ける
プロジェクトみたいな、そのなんか自分がかゆいと思ったところから書いて直していくあのことができるプロジェクトなんですね。だから例えばトレーニングチームに入ってオンボーディングが良くないなと、新人の迎え入れる体制ができてないなと思ったから自分はそれを直そうと思ったし、あのランのプラットフォームがいまいちだと思ってるからアーキテクチャの部分から今考え直そうみたいなこともできてるし、だからある意味もしかしたらそのかゆいところがなくなっちゃったら僕は消えちゃうかもしれないですけど、かゆいところがある限りはいるのかなと。あと、まあ、2つ目に挙げるとしたらこういうイベントに来るっていうのも一つモチベーションの持ち方かなと思って、なんかその休館期があってもけどちょっとワードキャンプに行ってみようとか、ローカルのミートアップに行ってみようと思ったら、なんかわからないけどなもう一回やりたくなるその気持ちを持って帰っちゃうとか、なんかそういう場に自分を持っていくっていうのも一つありなのかなって思います。ありがとうございます。三宅さん、はい、あ、いいですか。はい、はい、あ、そういえば私も翻訳だけやってたら飽きちゃうかもしれないなって今思いました。はい、でも、まあ和音訳自体は好きなものを訳しているので、それも好きなことをしているというのがコツかもしれないなと思ったことと、やっぱり、ワードキャンプで、当日ボランティアをとっても好きでやらせてもらっていて、そこで皆さんに出会うということも、長続きするコツかなって思っています。できれば長くしたいけどちょっともう恥ずかしいかなと思うんですけどはい、そんな感じです。そうですね、そういう意味で本当に、ね、三宅さん、ね、翻訳もされていて、ワードキャンプの当日ボランティアも今日もずっと受付にいらっしゃいましたもんね。すごい楽しくて本当に楽しくておすすめです。みんなで受付やりましょう。みんなで受付やりましょういいですねありがとうございます。立花さん、はい、まあ、モチベーションとはちょっと違うと思いますけど、最初の方の私のモチベーションはやっぱバッジがついたりと嬉しいとかある、まあ、皆さんさっきみんなバッジの話したのでちょっと一言だけ言うと、プラグインとかテーマを1個でも文字列翻訳するとトランスレーションバッジとかつきますんで、ぜひぜひ どんなにプリミティブなこう英語でテクニカルサポートって書いてあるのにカタカナでテクニカルサポートって全然 OK なんで、全然 OK で、ただ1個重要なのはそういうサジェッションっていうんですかね、こう翻訳しましたって言ってそれが承認されないとそのバッジに続かなくって、その承認っていうのが今いっぱい溜まっちゃってるんで、私が溜めてるんですけど、それ俺の先に承認してくれっていう人がいたら私に名称飛ばしてくれればその場で承認しますんで、今日の夜でも承認します。そしたらバッジつきますんで、それバッジつけたいなって思う人はまず1個それですね。あとコアの、そのさっきちらっと冗談で言ってましたけど、コアのコアって本体ですね、本体のコメントが1個スペルが間違ってるっていうんでも、修正を出せて OK が出たら本当にコアのバッジつくんですよ。でそれでもらってる人いっぱいいますんで、全然言ってきますけど全然恥ずかしくないですから。すいません、そのいっぱいのうちの一人です言い方悪いですけど、もう外国の方とかやっぱり職に使えるんで、職業に使いたいから本当にやるんですよ。本当にスペルをスペルの E が1個なんとかとかそういうので上げてきて、まあ正直中の人はやれやれと思ってると思うんですけど、OK が出たら本当にバッチつきますん でそれでやっぱり就職、本当にそれで就職で、俺はワードプレスのコアにバッチ乗っけてるんだと、だから職くれっていうような感じなんですよね確かに。でもスペル間違い見つけるのもなかなか大変ですけどね。ソースめっちゃ見ないといけないですよね。いや、ピリオドが1個ないとかでも気がつきますよ確かに。だから私はあれ何年だったか、2012年13年ぐらいに、なんかみんなでコアにコメントをつけようっていう時があって、そのコメントをつけるっていうのが最初でした。なのでソースコードは書かずにコアにコミットしたっていう記憶です。ちょっとなんか邪推な、ちょっと良くない理由かもしれませんけど、まあそうやって使われてる人たちもいますんで、それはそれで手だと思いますんで、
そういう目的もある、悪くないと私は思って、うん、そうやってコントリビューションの人を増やす、きっかけ増やす、はい、なんかそれバッジがついたらモチベーション上がりますよね。上がります、ね、上がります、ね、あと僕が初めてワードプレスの翻訳を始めた時、その本体の、文字列をこの人たちが訳してますみたいなリストが顔写真で出るんですよね。見た方はあると思うんですけど、ちょっとやっぱり、まあ、高野さんという方が一番上にいるんですけど、うん、この人たちいいなと思ってここに入りたいなとやっぱ最初の時は思ってたんですよね、うんうんうん、だからそういうのもちょっとずつこの翻訳した文字列が本体の文字列が上がっていくとやっぱ嬉しいなってのは最初はありましたよね、すごくね、はい、ただ面接のネタにしようと思うとそれなりに中身をしっかり検討した上で一応言ってますけど、何をやったかはバレるんで、はい、あんまりすぐバレるんで、はい、ウェブ制作会社に俺はコアができるっていうとちょっとじゃあどの一周なのとかって言われちゃうんで、はいはい、ちょっとそこは注意した方がいいと思います。そうですね、騙せる会社っていうとあの、はい、でも、はい、ね、そういうところから楽しみとか、はい、そうですね、見出してみるっていうのもいいかなと本当に思います。ではここで今日の時間は終わりになるんですけども、ぜひ皆さん本当にさっきも言いましたが、一緒に何かをお友達になるところからぜひ始めましょうということで、ぜひお話ししましょう。ありがとうございました。パネリストの皆さんにも拍手をお願いします。